アルテラ、ムーンセルが恐れる星のすべてに災いをなす異変の中心、危機の中心。果たしてどこにいるのでしょうか。セラフの各所を歩き回っては見たものの、一向にその姿は見当たらない。それにこの妙な胸騒ぎについても気になります。私の直感はアルテラという名に対して巨大な力を覚えはしても嫌悪の類を抱いていない。けれど同時にアルテラに近しい位置にあるだろう何かについて、私はまさしく嫌悪を覚えている。世界を憎み文明を疎み、人類の歩んできた全てを笑い続けるもの。異変の裏側には何かが潜んでいる。そんな可能性も考慮せねばならないでしょうか。聖剣使いといえど所詮はイノシシ武者に過ぎないな。あのセイバーが未明領域の石室へ到達することはありえないよ。しかしあの口ぶり、孤爵だがその評価は概ね正しい。正しいものであれば私も無下には扱わない。だがいささかニュアンス違いがあるな。笑うではない、私はね、お前たちを笑っているのだ。まあいいさ、どうあれ我々は理解し合えない。奴がその政権を持つ限りはな。古き神秘の最後の砦だったものよ。最初にして最大の敵として14000年前に激突したセファールと何らかの縁を結んでいるのか。なんであれ死ぬがいい、イノシシ武者め。ここで殺す、殺し尽くす。タイムロックを仕掛けて貴様の死を固定する。トップサーバント2機をもってして貴様の霊覚も魂も聖剣さえも砕いてくれよ。あれはサーバント、どちらの陣営にも属していないようですが、話を聞いてみましょう。我ら以外にもムーンセルに呼ばれた短期がいようとは、しかも極上の腕前と見た。貴様どこの英霊だ。その名に誇りがあらば答えるがよい。それには及ばんわ征服を。その英霊は決して我らとは相入れぬ。特に戦を良しとする貴様とはな。その口ぶり、セイバー側でもキャスター側でもないアルテラ側のサーバント、ムーンセルに呼ばれらが優先につくとは言語道断。あなたたちには鉄槌の必要がありそうですね。顔に似合わず血の気の多いやつよ。だが見事な気迫である。戦いを望むのならば答えるまで。まあ当然の結果よな。そこの騎士王には遊びは通じん。種に交わればとはいかんだろうさ。貴様のような取り入りが要素だ。アルテラメ、良い酒ばかりが良い敵まで隠すの。
くしてセラフは救われた。ムーンセルに召喚されたトップサーバントによって。と、言い切ってしまうのは語弊があるか。セラフに迫り来る異変、および危機の元凶たるアルテラと直接相対し、これを無力化したのはバラのセイバーだったのだから。九段のトップサーバントはその様を静かに見守っていたという話だ。結果から言うなれば、そう、彼女は一役買ったのだ。大規模戦闘への逐次介入によってセイバー陣営の力が過度に摩耗してしまう事態を防いでみせた。そういう見方もできるだろう。無論単に間に合わなかっただけかもしれないが、あるいは異変の裏に潜む何者かの妨害にあったか。それでも大きな意味があるだろう。優勢側の戦力を切り崩すという観点から。ともかくセラフの動乱はひとまず収束した。赤と青の両陣営も戦闘状態を解除。破壊の軍勢もどこかに姿を消した。優勢本体という脅威そのものは未だに残ってはいるものの、ひとまずの平穏が訪れた。月の聖杯戦争を経て神聖しつつあるセラフは再び穏やかな日常を取り戻したのだ。九段のトップサーバント、すなわち青きセイバーの行方は用として知れない。今日もセラフの片隅を旅しているとも、新たな異変の方がに対して颯爽とした英雄的行動を繰り返しているとも聞くが、いずれの情報も精度は怪しい。個人的な憶測としては、そう、例えばにわかには信じがたい話だと理解しているが、開店したばかりの定食屋に入り浸って日々暴食を貪っているという可能性の方が高いのではないだろうか。などと言ったことがあったのです、マスター君。元凶であるアルキメデスも倒されましたが、あの手の輩はいくつも策を残しているもの。忘れた頃に再起してくる可能性大です。これからも油断しないように。またアルテラは話してみると素直かつ純朴な女性でした。まあ融通が利かないのが何ですが、あれは聖剣能というより破壊能ですね。今後ふらりとあなた方に接触することもあるでしょうが、その時は広い気持ちで接してあげてほしい。彼女には必要なものは軍神の剣ではなく語り合える友人なのですから。おっと、おかわりが来たようですね。おお、これは昨日よりもさらに腕を上げましたね。見事です、天使。はん、この作戦。おかわり自由のキャベツの千切りがまたいい。エビフライのエビはあれですね、先日開拓された海洋型の新領域で取れたものですね。唐揚げも絶品です。熱々でも美味しい、冷めても美味しい。そしてやっぱり一口ごとにライスがもりもり進む。ああ、至福の時です。セラフに来て本当に良かった。最初は本当に月の旅行といえばといらぬこと注文を頼みます。ミックスフライ定食を一つ、ご飯大盛り。ミックスグリル定食を一つ、ご飯大盛り。ああ、それから昼定食を一つ、もちろんご飯大盛りで。よし、予想通りだ。彼女のもぐもぐがセラフを救うと信じて。